どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、コロンバースサークルね、ニューヨークのコロンバースサークル駅に来ております。本日はね、サンクスギビングの、デイパレードということで来ているんですけども、いやとんでもない混み方になってますね。今ね朝の9時過ぎぐらいなんですけども、パレード自体はねもうそろそろ始まるって言ったところですね。今ね出口に向かっている最中なんですけども、こんな感じですね。まあ、外には出れると思うんですけども、やはりねすごい人となっておりますね。まあ、ゆるーく動いてるんで出れないってことはないと思うんですけども、しばらくねかかるかもしれないですね。来られる方はもう少し早めに来た方がいいかもしれないですね。パレード自体は、朝の9時からで、私たちが来てるのがちょうど9時なんで、8時とかね早い人は6時とかからね、場所取りが始まるみたいな話も聞いておりますと思ったらですね、思った以上に早かったですね。外に出れるの、そろそろ外に出れますね。それではね外に出てきました。残念ながらね交通規制がかなりすごいですね。それではねパレードが始まっております。私たちはね、ちょうどイースト60、ウエスト60丁目61丁目ぐらいにね、陣取りました。入り口の方はねとても混雑してるんですけども、やはりね人の流れっていうのはできますので、私たちが到着したのが9時、まあ、過ぎていましたけども、なんだかんだね今結構前の方で見れておりますんで、まあ遅くてもまあ9時ぐらいまでね現地入って、まあいい場所をね、見つけて、まあ、できるだけ前にね行けるようにね、人の流れは結構ね、見る人も多いんですけども、やはりね見終わって出ていく人もおりますので、まあ、そこら辺をね、人の流れ見て、前の方にねどんどん進んでいけば結構いいところでね見れますんで、ぜひねそうするようにしてください。まあ、できれば8時ぐらいにスタンバイしといた方が確実は間違いないと思いますね。7時半とか8時とかに来た方が、場所はね取りやすいってことは間違いないですね。
いかがだったでしょうか。今回は、ニューヨークの、ね、サンクスギビングの、デイパレード、メイシーズのパレードですね、紹介させていただきました。私たちはですね、62丁目の通りから、入って、先頭の方まで、ね、行くことができましたので、ちょっとね入り口付近混んでいても、諦めずにね前の方に行かれると、結構ね見れると思いますので、ぜひニューヨークねこの時期来られた方行ってみてはいかがでしょうか。でこのパレードのルートなんですけども、ルート自体はですね、まあ、変わらないと思うんですけども、毎回ルートはね変わらないと思うんですけども、もしね行かれる方は確実に、公式サイトでね、ルートを確認するのと、まあ、できればねこちらセントラルパークの向かい側のストリートで今回私たちは見たんですけども、どっちかというとセントラルパーク側の方が間違いなく人は少なかったので、まあ、早めに移動できるのであればセントラルパーク側でねスタンバイされると、もっと見やすいんじゃないかなと個人的には思います。それではね今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。